こんにちは、はんぺんおじさんです。はんぺんおじさん、前回ね、はい、ちょっとみっともない姿を見せてしまって申し訳ございません。今日はですね、鳥を使ってリベンジしたいと思います。前言ってたやつですね。そうですね、はい、とても高タンパクでですね、低糖質ということでね、はい、ほぼタンパクみたいなもんなんですけどね。はい、バドハンペンということで、バドハンペン、はい、前回と一緒で食材は3つ、鶏、卵、芋、はい、そして塩です、はい、こちらがなくてね、皆さんに、ね、ご心配おかけしたということでした。まずはね、もう塩は必ずこれ用意しておきましたので、ある程度湿った状態じゃないと鶏が回らないんで、最初に白身入れちゃう、はい、山芋も少し入れた状態で鶏入れるということですね。また塩忘れそうだな。一番最初に塩入れちゃうべきですか。いや、もっとそんな感じよ。若干なんか砂糖とかね、入れるレシピもあるみたいなんですけど、ボディービルダーなんでね、ちょっと砂糖は抜きでやらせていただきます。白身は2個ですね。黄身はなんか後でお祝いかなんかの時に食べます。何のお祝いですか。なんかいいことあった時に食べます。繊維質だと少し食感が良くないということなんで、皮ね、抜きましょうかね。クリームパンみたいな、なんか、あ、クリームパンですか。いつもと違うね、これ入れたちが違いますね。入れたちがなんか違うね、種類が違うんだろうね、きっと。あのメイクインとなんかあるじゃん、芋でもいろいろ。あ、男爵芋とかですか。なんか芋ホテップとかいろんな芋がある。芋ですね、あれ。芋ホテップか。あれ芋ですね。半分ぐらいかな、まずは。で、割とこいつ形残りやすいんで、ちょっと小さくしてね、一口サイズぐらいにしてあげた方がいいのかな。あ、いいね、これ。なんすか。前の芋と違うわ。あのね、はい、まずね、いやあのね、はい、水っぽくないわ。あ、そうですか。だから多分自然薯だっけ。自然薯ってありますね。自然薯みたいな感じ、なんか水分率少ないかもしれない。だから皮も入れちゃうわ。大和芋って書いてありますね。あ、これ違うやつだ。違います。間違えちゃった。え、大丈夫ですか。大丈夫です。山芋じゃないですか。山芋じゃないみたいなね。何ですか。まあでもトロッと入れりゃいいんだよ。で、塩もね、忘れないうちにちょっと入れてですね、これで一回回します。前回のネバネバしてんだろ、これ。あ、してますね。じゃあいきます。そしたら鶏肉をね、入れます。これまあ250から300ぐらいかな。皮なしですね。そうですね、皮はもう取ります。基本的にはんぺんはね、脂質入ってないんで、まあ、イギリスかドイツかなんかのボディービルダーは確かはんぺんって開発したんですよね。ボディービルダーが作ったんですか。イギリスかドイツかなんかどっかの。マジっすか、うん、ギリシャだったかな。ひどすぎますね。F1 のレースかなんかやってる外で。今なんかで駆け抜けてったよね。駆け抜けてきましたね。後ろ、うーん、なんていきましたね。うちはなんかコースのあれなのかな。コースなのかな。昔のちょっと血が騒いじ。オートレースですか。バイクじゃないですか。おお、見てこれ。うわ、すごい。これはね、大和芋のおかげ。これは偶然の産物ですよ。くしくもですね、これね。こちらの蒸し器用意してあるんで、ね、温めてると。あ、そう、はい、うわ、これはすげえや。すごいっすね。これすげえや。で、はい、クッキングシートね、さすがに2回目はもう行かないといけないですね。もうここに直接置いちゃいます。タンパク、ほぼタンパク。これすげえな。なんか想像を絶する質感ですよ、これ。ふわふわですね、うん。これはうまくいくんじゃないかな。マッスル北村さんだったらこのまま飲むでしょうね。いや、もう喉詰まらせますよ。シーン変わっちゃいますよ、それ。でもさ、ほんとマッスル北村さんにほんとバイデミックス送りたいわ。そうですね。あんなにミキサー変な音しなかったと思う、ほんとに。うちのはんぺん丸いから。ああ、そうですか。うちはね、高級のやつですよね。高級なんで、うちは、はい、申し訳ないけど、原料に余裕がある人なんかはチーズ入れてもいいですよね。あ、チーズ、あー、チーズインハン、ハンバーグみたいな。チーズインハンペインですか。ハンペイン。ハンペインだから。ハンペインですね。いや、これはすげえな。これはすげえ背中になりそうな気がする、これ食ったら。そうですか。まあちょっと余ってるけどね、これはちょっと後でガムと一緒に食べます。はい、で、蓋をするんですけど、今日の蓋は蓋違いますか、毎回。鍋用の蓋があるの、まあこれで鍋できなくなっちゃうじゃないですか。今日鍋やるの。鍋やりますよ。そういう時はフライパンがいいですよ。でかいのです。本当に密閉した方がいいんですけどね。
これでもう本当に蒸し上がったらもう終わりでございますから、はい、きっとうまくいくでしょうね。で、余った溶剤をですね、今ここでレンチンしてる。おー、レンチンバージョンで、はい、これをレンチンすることで、もしうまくいけば蒸さなくていいという新しい研究発表を出せます。これシリコンですよね。シリコンですね、はい、だからどうなるか分かんないですよ。もともと蒸す用のものなんで、はい、チンした時になんか得体の知れないものになってしまったら、はい、未発表で終わってしまいます。未発表ですね、はい、はい、期待したいと思います。わかりました。あれから3、4分、いや、5分、6結構経ちましたかね、はい、いきますよ。はい、これたまにアラジン出る時あるから気をつけて。アラジンが出るんすか。おお、すげえ、パッパップしてんな。肉まんですね。肉まんだよ、見た目。失敗したかないや、でも水耕っぽくないですか、うん、前回と明らかに違いますね。プルンプルンの食感ですよ、きっと。うわ、すごい。ちなみに電子レンジの方、あ、電子レンジの方、はい、ちっちゃ。あ、確かにちっちゃいですね。硬い。やっぱ蒸しなんですね。あ、蒸しなきゃダメですね。はい、はい、じゃあ食べますか。はい、はい、はい、お待たせしました、はい、ありがとうございます。あの、バドハンペンね。バドハンペン、うん、ちょっとまあ、あんまり形作れなかったですけど、多分美味しいと思うんですよ。いや、美味しそうですね、これね。でも醤油と酢で食ったらうまいんだ。もう完全にあれじゃないですか。あれですよ、中華じゃないですか。中華ですよ。でも合いそうですね。最初から言ってたら中華って言ってないですよ。中華風ですよ。食べましょう。はい、じゃあいただきます。いただきます。もうこれほぼね、あの、ビルダーショーかな、本当に。そうですね。ああ、いい感じだわ、これ。あ、本当だ、うん、なんか、確かにはんぺんって感じしますね。ああ、うまいよ。あ、弾力すごいわ。すごいね、はい、買って、あ、うわ、すげえ弾力すごいわ。いただきます。うん、うまっ。うまっ。すげえうまい。うまいね。うん、はんぺんっすね、これ、うん、え、でも鶏なのにこんな感じになるんですね。まあ、ふわふわだよね。うん、白身魚みたい。肉の繊維もクソもないの、はい、練り物だね、完全に。うん、これ鶏むね肉を美味しく食べる方法の一つ、そうだね、すごい一個、うん、まあ、母肉とかってバサバサした肉じゃなくて、うん、鶏の旨味をほんと食える、しっとりして、うん、だけど、もう鶏自体ちょっと苦手っていう、鶏自体も嫌になってきちゃってる人はさらにこういう風にやったらいいんじゃないかなっていう。ちょっとなんか野菜とか入れてアレンジしてもいいし。ああ、そうですね。まあ、これうまいけどっす。うん、これね、電子レンジのやつあるじゃん。はい、これはもう多分ね、やばいと思う、硬すぎて。硬いっすか、うん、これはね、はい、あ、つくね。ああ、そうっすか、うん、カチカチだ。人によっては紙粘土って思う人もいるかもしれないけど、はい、かまぼこ。かまぼこかなんかね、違うね、これ、うん、ダメだね。でも美味しいっすよ、うん、好みかもしれないです、うん、だけど、はんぺんの良さ、うん、はんぺんっぽいよ、うん、加工肉だけど、はい、全然あの、なんつうの、シラシラ入ってないからいい、ね、ナチュラルな加工肉ですね、うん、加工肉って聞くとなんか悪いイメージあるけど、こういう加工の仕方もあるからね、うん、自分、加工肉が苦手になっちゃって、あ、子供の頃からそんな好きじゃなかったんですけど、うん、食べた後残るんですよね。ちょっと気持ち悪くなったりとか、うってなるようなことが多くて。なんだろう、香料かな。特にあるのが、シューマイとソーセージ。ああ、確かに同じ味するよね、うん、うん、動いたりすると、うってなるんですよね。わ、うん、かる、うん、油肉を使うんですよ、加工肉って、うん、いや、それもあるかもしれないですね。独特のやっぱね、匂いがあるんですよね。ふさんとか、高タンパクソーセージとか出してんじゃん、うん、食えたもんじゃないからね。本当にまあ、ちょっと、いろいろ入れなきゃいけないんで、うん、そしたら、まあ、これ家で作れるんだったら、これでいいんじゃないと思う、うん。めっちゃ早かったですね。練る作業なんてもうめちゃめちゃ早かったな、うんうん、バイクでコース3周ぐらいですもんね。そうだね、はい、うん、あーですね。ほんと緊張めいわけで申し訳ないですね。ごめんね。いやでもこれはなんか他のもので代用したりもできるのかな。だからお魚、そうだね、もう一回やりたいね、はい、魚ね、うん、あとやっぱりちゃんと四角にしたいよね。あー、これだとちょっと売れないよね。いや、売るんすか。でもこれ株価しても売れないっすよ。カッテージチーズ挟んだりして売れんだよ。シソ挟んだりとか、はいはい、四角にできないっすよね。型作ってもらえますか、酸性工芸で。スプーンでポンポンってやったからであって、ちゃんとね、やろうと思って。まあまあ、そうっすね。それこそピッてあの開けて、あー、なるほど、ま、綺麗に丸くなる。はいはいはい、はい、なんでそれ先言わないのよ。いやいや、それをなんかこだわりがあるのかなと。ないですよ、そんな、はい。まあでもこれ前回ね、みっともない姿を見せてしまったんですけど、やってやりましたよ。いや、ほんとこれ、はい、あの、見事なリベンジ、うん、満足しております。ほんとこれはね、高タンパク低脂質低糖質でもあるし、うん、食べやすくて美味しくてコストもかからない、時間もかからないって最高じゃないですか。鶏胸1枚がこんなでかくなんで、逆に言ったら。あ、そうですね。だからまあほんと食いしん坊なダイエッターにはいいよね。確かに、だって芋と鶏の胸肉の質量が増えてますからね。増えてるでしょ。もうわってなってるでしょ、はい、食った感もあるよ、これは。うんうん、
やっぱと白身の膨らんだっていうかメレンゲというか低糖質ダイエットみたいなことしてる人もいるじゃないですか、はい、で芋ぐらいなんでこれ入ってそうですね、まあ、これプラスねなんか野菜で、まあ、十分腹いっぱいにはなると思って決してね、まあ、これをなんか俺ら売ったりするわけじゃないんで単純にまあ満腹飯にはなると思いますこれは、はい、うん、加工肉とかね食品全然買うのもいいんですけどこれやってみたら分かるんですけど全然食べ応えが違うんで、うん、真似してほしいですよ、ね、いや本当これ真似してほしいですこれマジでやってほしいですね美味しいですねバードハンペン、はい、やってみる